大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資会付きです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、金曜日にね、売れ残っておりました SOXL ラブ売却の方が成功しました。しかし、下手くそなトレードだなぁと、自分でもね、思っております。 さあ、えー、今週なんですけれどね、えー、CPI、そして FOMC と控えておりますのでね、まあ、株式の方は乱高下するんじゃないかなというふうに思っておりますし、s o x ルが、ね、どこまで上がっていくのかっていうのがね、もう全く理解できないと。えー、テスラ1.5倍、ブルーの方もね、まあ、どこまで上がっていくんでしょうという中で、まあ、いかにねデートレを固くこなしていけるのかっていうのがね、まあ、今週の注目ポイントかなと思っております。早速、今日の作戦会議。 スタートです。まあしかしね。 このデイトレなどをね、するにあたって、やっぱりね、いろんな知識って必要だなということでね、まあ、私が株式のね、世界に参入してきたのが2021年5月の28日、レバナスを購入したのが初めてでした。その前っていうのはね、不動産投資とか会社経営とかをしておりましてね、まあ、その視点から株式投資の方もできるんじゃないかということでね、まあ、その時の経験をね、生かしながら今、株式のね、投資をしてるんですけれど、やはり株式自体のね、ことも 知識に入れておかないとということでこちらはデイトレ革命。 えー、そして、ウォーレン・バフェットの投資術ということでね、まあ、このあたりの書籍を読んで、まあ、今のね、ソクル・レバナスの投資に役立てているということがあります、えー。この本の通りにやってくれというわけではなくてね、知識を入れていって、そしてソクル投資、レバナス投資を成功していきましょうということで、まあ、知識武装してくださいということです。本の中で CFD とか信用取引、空売りなどをね、進めている本もありますけれど、それらをね、真似するのではなくて、私はアメリカのね、現物の 株式の取引ししか推奨しておりません、えー、ですのでね、まあそういったことはしないでくださいと。えー、ただ知識武装はしていきましょうということで説明欄に多数商品取り揃えておりますのでお好きなものをね、ポチッと、えー、URL ね、貼ってますのでそこからね、はい、ポチっていってください。知識武装をみんなでしていきましょうと。えー、そしてこの番組はとうとうね、究極のお題に行き着いたんじゃないかということで入金力を労働収入から資産収入へシフトしていこうということになっております。えー、どういうことを ということでね、まあ、レバナス毎月5万円をね、10年間買い続けてファイヤーしようという計画の中なんですけれど、今まではこのね、レバナス毎月5万円というのを私が汗水垂らして働いたお金の中から出していました、労働収入からですね。これを資産収入、デイトで短期の取引、スイングトレードでガンガンドルを稼いで、稼いだドルを円に戻して、レバナスを買っていこうというね、局地にたどり着いたわけですね。こうなりますと、資産が資産を生み出していくと、お金のなる木、 お金がお金を生んでいく。まあ、こんなね、皆さん、耳心地のいいフレーズね、聞かれたことあると思うんですけれどね、お金がお金を生み出していくのにね、そのお金、一番初めに入れるお金っていうのは、労働収入から入れないといけないなんていうのはね、ちょっとおかしいんじゃないかということに最近気づきましたんで、まあ、資産収入からね、しっかりとレバンス毎月5万円を購入していこうということになっております。6月度は成功しております。7月度もね、まあ、ほとんどいけるんじゃないかなという状態まで来ております。さあ、このね、 デイトレから短期の取引、スイングトレード、ガンガン稼いでいけるのかどうか、絶対負けない取引と私は自負しておりますので、ね、まあ、このあたりをね、見ていただくエンターテインメント番組となっております。さあ、ソクル、いつきの負けない取引が成立しておりますと、えー、どこまで上がるソクルくと、えー、2022年3月の29日、これはね、忘れてはいけない逆イールド発生日と、えー、逆イールド発生日の SOXL の終わりには45.58でした、えー。ここまで上がっていくのかどうか、えー、見物ということ になっておりますえ私の予定ではね、え今回の上昇っていうのはこの45.58をねえー、ぶち抜いて言ってくれてまあ、70ドル付近まで戻るんじゃないかなというふうに考えておりますただ最低はね30ドルぐらいで止まるのかなというところもありますのでまあ、このあたりまあ30から45.58ここを上抜けていくまではねえしっかりとねまぁ、あ、観察していきたいなというふうに考えてますさあその s o xl なんですけれど強いわということで、ね まあ、ブレマーケットの段階からガツンと上がりまして、えその後はね、ずっとレンジに入ってたんで、マーケット開いたらね、下に振るのか上に振るのかなと思ってたんですけれど、まあ、終日ね、えー、右肩上がりということで終わっております。えー、終わりにが24.6ということでね、まあ、このね、30ドル付近までだったらね、もう楽勝で上昇していくんじゃないかというような感じですね。えー、そしてデイトレの方もね、 も見ていただいたわ分かるようにね、もうマーケット始まった時が低くて、終わった時がね高かったと。最安値が23.13、最高値が24.68、脅威のね、1日で1.55ドルも動いているということに、ねまあ、なってますんで、まあ、デートでね、ここで多くすることなく買われた方というのねまあ楽勝でね、1ドルぐらいリハバ取れたんじゃないかと。まあ、50セントプレイだったら楽勝だったんじゃないかということなんですよね。ただ私がね、まあ今ビビってますのはまあ何かというと、 劇にねあの伸びていきましてで、えー、前回5月のね、えー、30日につけたところと同じぐらいのところまで戻ってきてるんですよね、えー、前回はここで弾かれて、えー、若干調整が入ったということがありますまあ今回も同じような連帳形成しているんだったらまぁ、あ、ここでね弾かれるんじゃないかということと あとはね、火曜日、水曜日と CPI の発表、そして FOMC とつながっていきますのでね、まあ、そこでちょっと無理してポジション取らなくてもね、それ終わってからポジション取ってもいいのかなというふうにも思ってますんで、ここはね、ソクルはちょっとね、今日、明日あと、兼していきたいかなと思います。 さあ、そのね、えー、消費者物価指数 CPI ね、6月13日に出てきます、えー。プレマーケットの段階、21時30分に発表されますんで、まあ、マーケットが開いた時にはね、まあえー、上に降ってるか下に降ってるかっていうのはね、まあ、しっかり分かるんじゃないかなと。えー、そして水曜日の21時30分に PPI の方が発表されまして、で、日をまたいで朝の3時ですね、えー、こちらの方で FOMC の、まあ、利上げの、ね、発表があるという、えー、ことになってますんで、えー、ここ、えー、無事通過して、 ていくようであればねまあ、2022年の3月を29日につけておりました45.58までアタックしていくんじゃないかというふうに考えておりますさあ楽しみだと、えー、そうしましてね、えー、当日ですね SOXL、えー、金曜日100株ね、えー、持っていたのをまあ売却しましたと、えー、利益は84ドル86セントあったということでねまあ、SOXL の売却に関してはねまあ、いいところで売れたのかなというふうに考えてます、えー、そうしまして SOXL なんですけれどもね こちら見ていただきたいのが、6月の5日がね、20.66、これ一番の安値だったんですよね。えそして火曜日が20.43、水曜日が21.49、木曜日が21.46、金曜日が22.06、そして月曜日が23.13ということで、ね、まあ、急激にね、下値が切り上がっていってますんで、ちょっとこれはね、いくら測るといえどもね、急すぎないかというところがね、まあ、ありますのでえ、ちょっとここはね、はい、取り扱い要注意。 注意とただこれ、短期の話でね、長期目線でいけば、えー、私は先ほども言いましたけれど、えー、この逆イールドが発生した日ですね、えー、3月の29日、45.58までは行くんじゃないかと思ってますんで、まあえー、ちょっとね、まあ、長期というか中期目線ですがね、で、購入するんだったらまあまあありなのかなとは思いますけれど、まあ、今のところね、一旦調整来るまではね、えー、短期の部分での、ね、手を出すのは待ちたいかなと。 さあテスラは剣ということでね、まあ、こちらもね、東のほのチャート見ていただけたらわかるんですけども、急上昇していてるでしょ、こんなん飛び乗ってね、飛び乗ったところが天井だってね、えー、下落していくという恐怖がつきまとってしまいますんでね、まあここはちょっとね、剣、えー、しておいた方がいいのかなと、えー、ただデイトレの方もね、えー、見ていただいたらわかると思うんですけれど、まあ一応ね、うん、低いところから始まって、高いところでは終わってるんですけれど、紆余、曲折ありすぎですよね。えーですから このひげをつけたところでしっかりとゲットしていってるんだったらデイトレもね、成立はすると思うんですけれど、ちょっと下手くそなね、トレードをしてしまいますとね、ちょっと捕まってしまって、次の日かその次の日ぐらいにならないと売れないというねえ状態になると思いますんで、まあちょっとテスラ、1.5倍ブルー、今はね、ちょっとデイトレしづらいところかなと。 で、まあ、テスラの方のの、ねえー、下値も見ていただきますと、6月2日の金曜日、12.67、火曜日12.91、水曜日13.89、木曜日13.88、金曜日15.65、月曜日16.5とね、こちらも急激に上がってますからね、えー、ちょっと手が出しづらいですよね。 さあ、ラブ、いつきの負けない取引が成立しておりますということでね、えー、ラブだけは予想当たりました。私はね、基本的に昨日の、ね、マーケットっていうのはより点じゃないかというふうにね、考えていたんですけれど、まあ、ソクるテスラなどはしっかりと右肩上がりですけれど、LABU はより点でしたというね、えー、ことで、まあ、ここで売れたので良かったかなと、えー。そうしましてね、LABU デイトレなんですけどね、まあ、この1回目の上昇っていうのはもう本当にここね、マーケットが開いた時に、成り受けで注文して、えー、そしてそのままね、はい、売却とい いいうことだったらいいよねね、えー、成立すすするんんでででけどどまな、あ、なかなかしんどいですよ、ね、で2回目っていうのが、えー、7.03まで落ちるんですけれど、えー、その次の上昇が7.28までしか上昇しないんですよね。えー、リハブが0.25ということになったんで、まあ、ちょっとね、このあたりも、えー、マーケット開いてすぐ、ねえー、飛び乗った人っていうのは。 成功したのかなと、えー。もしくは金曜日売り損ねた私のようにね、えー、玉を持っていた人っていうのはまあ成功したのかなと。えー、ただね、プレーマーケットの時点でもしっかり上昇してレンジに入っているということだったんで、まあちょっとね、手出しづらいね相場だったんじゃないかなと思います。 えそうしましてね、えー、ラブなんですけれどもね、これ、上髭もたっぷりついてますし、まあ下髭もついてる方向感がわからないということですけれど、まあ大きく見ますとレンジに入ってんじゃないかなということがありますんでね、まあそろそろこのプラス2シグマにもタッチしましたんで、まあここでね、がっつりと下げていってくれるんじゃないかと思いますんでね、まあレンジに入ってるんだったら下げるよねということなんで、まあ今日明日 FOMC5 ぐらいまではね、まあしっかりと観測していきたいですよね。 えー、そうしまして、えー、こちらはね、7.2で、えー、売っております。まあ、日折ってしまいましてね、はじめ7.28とか7.33とかでね、売ってたんですけれど、まあ、7.2に変、えーね、えてしまって、その後7.6まで上昇しているということで、ああ下手くそだなというね、えー、ことを、まあ、えー、自分なりには思っておりますけれど、まあ、えー、利益が乗ってる分ね、いたし方なしかなというふうに思っております。えー、ただ、こちらね、ラブなんですけれどもね、6月6日の火曜日、下ね6.68。 えー、6月の7日6.866月の8日木曜日6.93、えー、そして9日が6.91で12日の月曜日が7.03ということでねまあこっちはこの辺りをうろ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 してるんでねまあ基本的には7ドル切っていればまあしっかりとね勝って、えー、そしてね反発したところで売れば、まあ、デイトレは成立するのかなという気がしますんでねまあちょっと FOMC5 どのような動きになるか分かりませんけれどまあ今のところできればね6、まあ6 ドル代ねね後半かかからして、ね、て中盤にかけでですよ、ね、まあ、ここでしっかりとと抱いていれば大丈夫と、えー、私がここね、あなぜ、えー、ね、えー、さっさと売りたかったのかというと7.125で持ってたからなんですよね。これがね、6.86とかで持ってますと、心に余裕があったんでね、まあ、もう少し上昇するまで待とうかということにもなるんですけれど、やっぱりね、自分が納得した数値で持ってるかどうかね、これによってやっぱり売るときも強気で売れるのか、もうあかん。 さっさと売りたいというふうになるのかというね、まあ、気持ちの葛藤というのが AI ではないんでね、私たち人間なんで、まあ、そのあたりが出てきてしまうのがしょうがないのかなと、まあ、何にしろ自分のね、インしたタイミングが悪かったということですね。 さあ、TMF、スイングトレード用の仕入れは完了しております。資産移動、アンチはこれを投機という、という、ねえー、ことで、えー、テスラで儲けたお金をドルに変えておりました。TMF がちょうどいい感じで下がっておりましたので、購入しているということですね。えー、さあ、TMF の方もね、えー、なんとか、えー、どうでしょうか、下ひげを重くそつけていってるんでね、まあ、そろそろ上昇していってくれるんじゃないかなというふうにもね、思ったりもしてますけれど、まあ、これ見ていただいたら分かるようにね、もうこのね、えー、数日間、えー この辺りでもぞもぞ、もぞもぞとしてるわけですね。よくよく考えるとデイトレで使うならこれ一番安全じゃないかということでね。大体下は7.47。 そして、上は7.9ぐらいなんですよね。そして、昨日のねマーケットでも7.53で買ってまして、高値は7.79ということになっておりますんで、まあ、20セントプレイしたとしてもね、まあ、十分、リハブは抜けるなということになりますし、まあ、何よりもこれ、債券なんでね、まあ、FOMC で利上げがあったらもうちょっと下がるかも分かりませんけれど、まあ、利上げの方もそろそろ停止していって、様子を見ようじゃないかという状態になってくると、債務上限問題の方は解消しているということ に、ね、なりますので、まあ安心してね、今、FOMC 前でも取り扱っていけるのは TMF なのかなということがありますので、まあ FOMC が終わるまではちょっと TMF の方でね、まあ遊んでおこうかなというふうに考えております。さあ、そのね、スイング用で取得しております TMF、まずは300株、こちらプラス2.55、ちょっと長期枠100株、マイナス0.1、そしてスイング用112株、プラス4.97、ちょっと長期枠プラス 1> 1. エマネックスス証券株プラとという、ね、ことになっておりますまあ大体プラス5%ぐらいまでいったら叩き落とされるというのをね、まあ、ずっと繰り返していってるという状態なんで2 3 0 0株、えー、デイトレ用に購入してもいいのかなというふうに考えてます今のところ829株保有しておりましてスイング用が617株え少し長期枠が212株少し長期枠はプラス10ドルから15ドル乗れば売却しようと思ってます スイング用は500株、まずはプラス2ドルで売ります。そうすればプラス、ね、1ヶ月、実現損益1000ドルを達成できると。あと残ってる117株は5ドルぐらいね、利益が乗れば。 売りりぶつけてていこううかなというふうに考えておりますさあ、DPSD、やっとトレンド転換ということでね、えー、まあ、長らくえ上昇しておりまして、えー、そして、併合が悪らってからもね、えー、しっかりと上昇しておりました DPS ですけれど、えー、TDC シャル的には下落トレンドに入ったと。さあ、ここでね、えー、どこぐらいまで安くなってくれるのかが楽しみということで、まあ、私の希望は、50ドルを切れば、スイング用で仕入れていこうというふうに思ってます。47とかね、45とか、まあ、できれば、 えばね、40ドル台前半になっていただければ最高という、ね、ことになるんですけれど、さあどうでしょう。えー、前回私が、ね、この DPST 打った時の基準価格は5.5と5.25でしたんで、まあ、それよりも、ね、確実に安く買わないといけないと。併合を食らっておりますので、今の単価で言いますと、52ドル50セントあたりですね。これよりも下になっていないといけないということなので、まあ、50ドル切ってくれていれば、ね、リバランス成功ということになるんですけれど、さあどうなることやらと。 そうしまして、6月12日は、 えー、ソクルとラブの方を売りまして、2つ合わせまして、プラス114ドル82セントという、ねえー、ことになっております。えー、これによりまして、えー、6月継続中の実現損益はプラス406ドル16セントということになっていますので、まあ、最低限500ドル稼いでしまって、その500ドルを円に戻せば、まあ、レバナンス、えー、十分ね、毎、え、月、ーまあ、5万円買っていくというのの、ねまあ資金にはなるなと。えー、そして、まあえー、ちょうど月の 真ん中ぐらいで400ドルということは、まあ、今月も、ね、ギリギリ1000ドル、ね、達成できる、できないの瀬戸際ということになってますけど、まあ、ペース的にはね、私のペース的にはちょうどいいんじゃないかなというふうに、ね、考えております。 えー、そうしましてね、えー、3月から6月度の、えー、累計は3,346ドル45セントということでね、まあ8,500ドルスタートとして計算していけば、まあそこそこで、ねえー、いい利回り叩き出してるんじゃないかなと思います。えー、楽天証券で買い付け可能額はすいません。この時間帯ちょっとね、まだ出ないんですね。4000ドルぐらいということにさせてください。えーまあ、ネクス証券の方は2,773ドル38セントあります。まあこれをね、えー、使って今日はデイトリをね、仕上げていきたいなと思うんですけれど、 ちょっとね、えー、この CPI の発表とか f o m c 号の発表ということがね、えー、ありますのでね、ちょっと株式は触りづらいかなというふうに思ってますので、えー、今日の、ね、デートレ、もしくは短期取引の方は TMF、えー、こちらの方を、ねえー、使っていきたいかなと。まあ、ただし、すべてにおいてはプレマ次第ということになりますので、まあ、LABU がね7ドル平気で切ってきたとかね、SOEXL がねダダ下がりしてるとかってなればね使うかもわかりませんけれどまあ今の思惑としては t m こちらでいこうと思っております。まあ、正確なことはね、本日22時からね、ライブ放送の方をかけていきますので、まあ、そちらの方で、えー、詳しい、ね、内容の方は撮っていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお会いしましょう。さようなら。